ナイジェリア人の父と日本人の母を持つ石橋チューカ18歳。強豪報徳学園ラグビー部のエース。身長190センチ、体重95キロ、高校日本代表候補にも選ばれた逸材だ。サボンだ、サボンだ。将来はプロラグビー選手になって、まあ、日本代表になって家を建ててあげたいですね。2歳の頃に両親が離婚、母は女手一つで中華を育て上げた。この押し入れですね、押し入れを部屋にして寝てました。どこで、ね、たりしてからお母さんに家建ててあげたい。多分ルーツといえばここから始まったように思います。はい、中華には支えてくれたもう一人の母がいる。 お母さんに約束させて、この子を大きくしますって。本当のおばあちゃんのような存在です。二人の母へ誓った花園への切符。ずっと応援してくれてて迷惑かけてるんで恩返ししたいです。花園をかけた決勝戦、石橋がボールを持って突進する、かわした、抜けた。12月17日土曜夕方5時、バースデー。私のやってることは誰でもできるけどね、この子を産んだのはお母さんやから。